おはようございます。なぜ僕が今、水中を聞いたのか。白いシャツがないので、黒いシャツを着ました。今日、僕が初めて日本のレストランに行くので、今日、水中を着ました。日本のガスト。まあ僕、韓国でもレストランとか、まあ行ったことないですよね。レストランの雰囲気が少し嫌っていうか。しかし、僕、せっかく日本に来たので、日本のレストラン、ガスト。今日、挑戦してみたいと思います。行ってきます。僕一人です。全然恥ずかしくない。本当にメニューが多くて10分ぐらい悩みました。普段僕はライスはいつも大盛りだけど、しかしここはレストラン。レストランだから普通にしよう。レストランだったらスパゲッティ、パスタ、ピッツァぐらい、あとステーキぐらいだけあるんだと思ったけど、まあ本当にいろんなものがあってびっくりしました。本当にまあいろんなもの全部あるんでしょ。まあ気づいた。ガストに集中聞いて来た人は僕しかいなかったです。みんなジャージとかカジュアルな服、僕だけ空中でした。これは恥ずかしかったな。ああ、本当に恥ずかしたな。だから隠しようと思ってこんな風に。はあ、隠しよう。唐揚げです。僕は唐揚げが大好きです。これはチジュのカツ。味噌汁もある。はあ、いいなあ。すごく恥ずかしかったです。しかし、はい。目の前に美味しい食べ物があるので、はい、食べたいと思います。やっぱポケットナイフ使って切るのが一番面倒だと思います。ナイフでトンカツを切ったら、そのナイフ使わないんでしょう。そのナイフどこに置いてばいいか、まあ、難しいですよね。ちゃんと僕は YouTuber だからセッティングしよう。サムネ、サムネ。ああ、この前にこれ、このトンカツ見せてあげようか。やっぱそれが YouTuber ですよね。はい、家庭に来たトンカツ。この中に本当にチーズがめちゃくちゃ入ってます。じゃあソースをちゃんとつけて。熱かったです。どんな味か、すごく熱くてわからなかったです。やっぱトンカツはご飯と、ご飯がなかったらやっぱりトンカツは完璧な食べ物じゃないですよね。ご飯と食べたら完璧な食べ物になります。僕はポークより箸で食べるのが楽です。やっぱ箸、ポークあんま使わないからね。この時も少し熱かったけど、まあ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 、まあ、本当に本当に美味しかったです。トンカツガーン、あとご飯ガーン。やっぱその後味噌汁ですよね。お水を飲もうかと思ったけど、やっぱ味噌汁があったらお水はいらない。サラダもちゃんと食べようと思って。しかしこのキャベツなんかソースが少なかったので、ソースがもっと欲しかったけどね。唐揚げもトンカツソースにつけて食べたら美味しい。トンカツソースとかケチャップとかマスタードソースとかにつけて食べたら本当に美味しい。まあ、レモンもこれだけど、レモンあんまり好きじゃないからね僕は。まあこの時からはまあ他の人をあんま気にしなずに食べることに集中しました。ご飯が少し、まあ普通のご飯ってやっぱ少ないですよね。量は少ない。はあ、ライスだけ注文しようか。まあ、やめよう。僕ここにいてきたから気になることができたけどね。僕なんで名前レストランなの？なんでここ名前レストランですか？ああ、それも違うんかね。韓国でなんか多分トンカツ食べたら、日本は味噌汁くれるんでしょ。韓国はキムチとかコンソメスープ。キムチかコンソメスープをくれます。まあ店によって違うけどね。あ、しかし味噌汁をくれる店は、はい、一度も見たことないです。これが日韓の違いなのかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
僕は早く家に帰ろうと思っています。まあ、一人でご飯食べることは僕今慣れているけど、集中を聞いて来たのですごく恥ずかしかったです。なんか僕自分自身の姿を見てアホみたいっていうか、アホみたいだったです。プリングルス新製品みたいだったので家で美味しく食べました。